はい、皆さんこんにちは、りょうです。今日はこちら、そう、鋭利な森人の剣装をやってまいりたいと思います。で、こちらの武器ですね、いろいろ魅力の詰まった武器となっておりまして、まあ、知ってる人もね、多いと思うんだけど、技量補正が A の、基礎値が高くて、なおかつ技量補正が A で、技量特化のビルドで運用してもらうとですね、特大武器と同じぐらいのね、純基礎物理火力の武器となるんですが、装備重量は10を超えていない9といったところになっておりまして、で軽量系の装備として扱うこともできるという、とてもね優れた、武器となっております。で一般的なね100とか150レベルぐらいのキャラクターで、まあオンラインとかねプレイしてる人結構見かけるんじゃないかなと思うんだけど、対人なんかでもかなり人気があって、鋭利特化でね、運用してもらえばもうそれだけでねしっかりとした火力が出せてっていう武器になってるんだけれども、戦技を使用した際に若干ダメージスケーリングみたいなのが、入っているらしくてですね、基礎物理火力の割には火力が伸び悩むっていうのが正直なところあるらしいんだけれども、まあそういう細かいことは抜きでね、長いリーチを生かした形の貫通突きや連続突きなんかとねものすごく相性がいいので、今日はねその運用の仕方、いろいろ紹介していきたいかなと思います。でバージョン 1.10 でね、アップデートが入りました。致命威力アップに合わせて今回は探検のタリスマン、砲塔剣、踊り子、アレキサンダーって形で貫通突きを序盤はメインで、途中中ね、ちょっとバフありで、戦っていこうかなと思っているラダゴン獣に関しては連続突き、あたりをね、うまく使用しながら、やっていこうかなと思うんだけど、基礎物理火力が、まあ、800とか900とかに近いような武器で踊り子が使えるっていうのはマジですごい強みになります。装備重量軽量でね組める方は軽量にしてもらったらね、その分しっかりとした、火力が期待できますので、まあ踊り子、まあ安牌取るんだったらいつもの通りね防御系タリスマンとかをつけてもらうといいんだけれども、槍のタリスマンとかはねあんまり刺さらないかなと思いますので、個人的にはねこの辺の構成がまあ一番おすすめかなといったところでございます。霊薬はね岩棘の割れ雫と緑脇ということでやってまいりましょう。はい、じゃあやっていきましょう。あ、忘れてた、雷の武器とかね、エンチャント系統のまあ、祈祷だね。しっかりと持ってこれる人は持ってきておいてください。はい。で、これ後方にしっかり受けといて、相手のモーション見て、これ右にスッと受けておいてから、貫通突きポンだから。はい。で、前ロリで言いなしといて、ローリング&ジャンプ R2。はい。で、これはね、判定しっかりと見越しといて、これダッシュの R1 だから。はい。で、これ後ろにスッと入っておいて、これ貫通突きポン。で、相手のモーション見て、はい、これ貫通突きでダウンかな。ムブ!お前、避けてくれたな。はい。というわけで、ここでね、致命ポコンと。むむ前半ダメージだけでいったし、まあ、なんかもう画面バグってるし、はい。というわけで、後半戦スタートといったところ。で、これはいつも通り、例のごとく S 字で入って、シュンと入れてからね、R1 だから、はい。で、これは、後方、前ロリ、ジャンプ、R2。で、これは前ロリ、前ロリからの貫通突きかな、はい、ポン。これももう一回貫通突き、ポン。で、これは前ロリ、貫通突き、ポン。どうしたマリケス、そんなものが。というわけで、フィッシュ。これが森人の剣装と貫通突きが最強と言われるゆえんでございます。あ、そういえばさ、主アーマードコアやるんですかっていうコメントを前にもらってたんだけど、私アーマードコアね、触ったことないんだよね。昔からフロムのゲームちょいちょいやってるんだけど、天柱とかさ、あの時代から一応触ってはいるんだけど、あのロボット系統ってあんまり興味なかったんだけど、まあアーマードコアすごい難しいっていう風にね、6は聞いているので、まあやってみようかなっていう感じでは今考えてはおります。まあ私、フロムゲーガチ勢っていうよりかどっちかっていうとソウルシリーズガチ勢なので、アーマードコアがどのぐらいできるかわかんないけど、まあ一応ね、エペックスとかああいう FPS とか、昔のメタルギアとかバイオとかね、シューティング系統もやっておりますんで、やってみようかなといったところでございます。ちょっとね、連続した際の火力アップ構成に切り替えて、ギデオンフニールやっていきたいと思います。あ、パイセン、前から失礼します。はい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 。はい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 、届かない。届かないが、奴も様子を見ている。ということは、こちらにもチャンスがあるという、そういうお話。どうした?壁際で、お前に何ができる?ギデオン・オフニール、何ができるんだ?どうした?そんなものか。これが連続好きの強さってわけ。
あかん、笑っちゃったわ。壁際に追いやられた時のさ、ギデオンのポンコツ AI、マジ可愛いんだよな。めちゃくちゃ可愛い。で、この森人の喧騒さ、正直、戦技を使い分けられるように、もう途中でなんて言うんだろう、祝福で変えたりするのめんどくさいから、2本用意しといてもらうのが、ぶっちゃけ一番良くて、1個は連続好き、1個は貫通好き、みたいな感じで用意しといてもらうと、マジ攻略の時楽です。はい、楽チンかなって感じだね。はい、じゃあゴッドフレイやっていきま、あ、しまったー、武器というか戦技付け替えるの忘れたー。いや、いいや。はい、やっていきましょう。じゃあこれ、派生系しっかりチェックしてね、こういうタイミングで連続突き入れます。正直、動きの早いボスは基本的に、貫通突きの方が良くて、動きが鈍重な相手はね、連続突きの方がいいんだけど、まあいいや。はい。で、これジャンプ、R1、はい。で、起こったら、ローリング、R1、ローリング、R1、ローリング、ここで、ペン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 。あぶねえ。やられるとこだった。はい。ここかな。テン、テン、テン、テン。はい。しっかりとかわしといて、前ロリース。はい、ローリング。すごい飛び上がり方をした。じゃあ、ここでね、しっかりと、エンチャンス。かけ直しを入れといて。へ。どうした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 、はい、マイロリー R1。 はい、怒ったらペン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 、ローリング and ジャンプ R1 からのペン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 。どうしたホラル、はい、アマチャンすぎんだよ。これが連続好きの力。いや、正直貫通好きの方がこれは戦いやすいわ。圧倒的、圧倒的、圧倒的貫通好きの有利かなって気はするんだけど、まあね、戦えなくはないよって感じかな。はい。はい、じゃあね、バフありでラダゴンちょっとやっとこうかなと思います。というわけで、雷の武器、エンチャント。はい、レッツゴー。で、まず開幕はですね、テン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 からの R1。はい、一発入れといて、前よりからの、ペン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 。はい。前よりからの、ペン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 。で、これはジャンプ、R1 でございます。はい、R1 だね。で、これしっかり避けた後、ペン、ペン、ペンだから。どうしたラダゴン。そんなもんか。はい、前よりいなし。からの、ペン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 。というわけで、前よりいなしからの、ペン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 。で、シャボリティ、叫んどいてください。しっかりと叫んどいて。で、エンチャントを、間に合わしていく。いいですね。FP 消費、スタミナ消費ともに少ないからね。めちゃくちゃそこも強いところ。これないよな。ペン、ペン、ペン、ペン。はい。ペン、ペン、ペン、ペン。はい。ペン、ペン、ペン、ペン。半分は余裕で削れるね。マジ強い。はい。じゃあ、もう50に誓って。そして、シャブリリの叫び、ここも入れておきましょう。スタミナがやばい。はい、スタミナやばいからね。タラタラ歩いてて、タラちゃんだから。で、前ロリいなしからの前ロリでね、回避でいけると言ったところ、見失っていく。これは、前ロリからの、ペン、ペン、ペン、ペン。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 関係ねえんだよ、そんな攻撃。この戦術の前には、無策にも程がある。そういうことだから。なんか、ドレスが汚い。なんかドレスが汚いんだが。ちなみになんだけど、バフありでモーグ倒すってなるとさ、凍傷出血なしだと、この武器が多分一番早いの。ちょっとそれもね、お見せしときたいので。はい。で、攻撃が連続した際の火力アップ持ってきております。で、今回、上血の結晶静か持ってきてございません。はい。ございませんのでね。よろしくお願いいたします。はい。まず殴るじゃん。殴るじゃん。はい、これだね。こっから。はい。お前はもう終わりだ。お前は終わりだっていうことを見せつけていくから。残念だったな、モグ。これが、森人の喧騒、フルバフバージョンの力だから。わかる？これ150レベルのキャラクターでも同じことができちゃうんだよね。凍傷出血なしだと間違いなく最強じゃないかなと、思っております。ぜひ皆さん運用の方を検討してみてください。バチクソ強いんだよな。
はい、ということで、最後はですね、関続き、あとは地名特化構成に戻して、対マルニアやっていきたいと思いまーす。で、まず開幕はね、ペンって後ろに回っといて、ここで、はい、攻撃をポンだから。で、R1 ね。で、関続き打った後は必ずね、R1 を、追加でね、入れるようにしましょう。こういうタイミングだね、関続きからの R1 って感じ。OK。で、これでね、ダウン地名が取れちゃうと言ったところ。で、ここもね、置き攻め、貫続きからの R1。はい。避けられてるけど入ってるからね、ダメージ。はい。で、これ R1 で潰して。で、R1 で潰して。後方から、これまでいけるかな。いや、いけないか。じゃあ、ここもね、しっかりとポンだから。で、R1。むむ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 。今の R1 入力が遅かったというお話。はい。めちゃくちゃ簡単なんだけど。リーチもあるから、なおのこと戦いやすいんだよな、これ。ポンね。はい。で、ポンだから。で、しっかりとね、後半戦始まったら、ここぐるーんと戻ってきて、この辺でね、エンチャンス。かけ直しからの FP 回復って感じ。もうめちゃくちゃシンプルなんだけど、これがね、最も戦いやすいやり方かなといったところですね。はい。関続きからの R1。飛び上がったら中入り込んで、向きをね、しっかりと立て直してから、はい。ローリング R1 もしっかりと入れ込んどいて。はい、これ関続きいっちゃっていいからね。はい、で、R1 ね。で、ローリングからの R1。どうした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 、マルニア足そう。これはエオニア来るなということで、エオニア読みもしっかりとやっておきたいね。はい。むむむ、ランブでした。はい、ランブは鮮やか。そして、流霊に回避して、爆発後にポッとブッサしといて。はい、ブッサして。で、この切り終わりにもブッサして。はい。で、これはモーションカット。終わりだ、マルニア。これでフィニッシュと。むむ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 。これが、森人の喧騒の力ってわけ。いや、最後全く締まらん倒し方しちゃいましたが、はい、レビューの方やっていきたいと思います。もうめちゃくちゃ強いんだよね。ダウン狙いの貫通きの構成、もしくは攻撃が連続した際の火力アップ系統の、連続突き。この2パターン使い分けをしてもらうだけで、もうほんとありとあらゆるボスに対応できるだけじゃなくて、凍傷出血を期待せずにあれだけの火力が出せるっていうのが、この武器のね、本当に強みかなと、個人的には思っております。正直、特大系武器、脳筋のね、めちゃくちゃ強い系統の武器、すべてと比較しても、多分だけど、鋭利な森人の喧騒を越す戦術は、脳筋関連にはないかなって、個人的には思うぐらい、やっぱ圧倒的だね。てか、基礎物理火力だけで勝負する、やり方で行くんだったら、この武器が多分最強じゃないかな、なんていうふうにね、私は思っております。で、この武器の最大の魅力はもう一つあって、高レベ帯で使う場合ってさ、基本的に地合わせがいつも強いよって言ってると思うんだけど、高レベ帯で使わなくても、100レベル、150レベルのキャラクターで運用してもしっかりとした火力が出せるので、まあ、対人方面とかで人気な理由っていうのもそういうところ、じゃないかなっていうふうに思うんだけど、装備重量も抑えることができて、基礎物理火力を安定してね、高い数値キープできるっていうところ、プラスアルファ、まあ、リーチの長さっていうのもあるよね、いろんな観点でものすごく使いやすい武器だと思います。まあ、R1 のね、振り方がこのなんていうの、不走系ジャンルとは、少しね違う特殊モーションになっている部分とかも込みでね、割と使いやすい武器かなというふうに思いますので、道中攻略からボス攻略、まだねちゃんと使ったことないよって方にはかなりおすすめかなといったところでございます。火力に関しては圧倒的星5、扱いやすさに関しても圧倒的星5、おすすめに関してもね、もう文句なし星5でございます。で、今回雷の剣使ってますが、黒炎なんかのね、エンチャントもボスによってはすごく有効だと思います。プラキノサクスとかエルデの獣あたりはね、まあ、HP のスリップダメージ期待してもいいのかなっていうところがありますので、そのあたりはね、うまく使い分けをしていただけたらというふうに思います。というわけで、今回はこれでお開き、次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。